瀬戸康史の動画。やべ、ザラザラだからすくしゃみちゃった。かっこいい。そして、ね、このサイスっぽいね、この輝きね、この線の入ってるこの感じとね、この光沢、これね、気づいた人もいるかもしれないけど、今までのねハンディカムはね、これがついてなかったの。ここにねちっちゃくあるマニュアルダイヤルっていうのは今までのハンディカムでもついてたんですけど、このレンズリングっていうのが AX100 にはついてます。なのでね、この2つで操れるってことなんでね、ここね、ズームフォーカス、これがズームで動くのかフォーカスで動くのかっていうのを切り替えるスイッチなのかな。うーい、何時、これね、後でフィルターつけてからまた見ますね。反対、かっこいいっすよ。で、ここね、もうソニーのハンディカムはね、いつもついてる、これ。ここね、これでそのままカメラに取り込めるよっていうね、便利 USB がね、やっぱついてる。4K カメラっていうね、すげえ高級な機種にもかかわらず、こういうなんか、こういうのついてるんだね。はい、で、これが後ろ。ちょっとバッテリーはめちゃおうか。はい、で、これ充電しとこう。すぐ撮りに行きたいから、もうあの 4K 映像のそのテスト動画っていうのをね、もうちょっとすぐ YouTube にねアップしてみたいので、ちっちゃくないっつったみたいな、ちっちゃくないっつった、耳ちっちゃくないっつったみたいな感じ。なんだそれ、だそれ、大きくなるからいいんでしょ、ちっちゃくないとダメでしょ。もうさ、ひどいですよ。はい、充電するところはこの後ろのね、ここね、ここカツッと、このね、ゴムの質感、余計なことばっかり言うけど、ここのね、ゴムっぽいね質感がね、いいですよ。これ刺します。はい、充電中でございます。それでは次、次っつうか、ちょっと持ってみていいかな。よいしょ。あ、ちょっとここ狭い。ここが狭かった。俺の手が。これマジックテープついてるんでね。ここでこの長さ変えられます。4K ハンディカムでまずやることじゃないような気がするんだけど。ここ大事だからね。はい。あー、いいね。はい。おーい。開く前にフィルターつけよう。フィルターつけようね。綺麗だね。美しいね。このビデオカメラは。62mm で多分いいと思うんだけどね。はい。いきます。オープン!えい!わー、来たー。はい、これで大丈夫。保護フィルムも貼っちゃおう。キャノンさんのやつをソニーさんに貼れるのかどうかよくわからないんだけど、ちょっと開けてみようか。お、はい、こんなのが出てきました。これちょっと設定しろって感じなんだな。あ、次へも押したくねえ、次へも押したくねえんだ。ごめん、このまま貼るわ。これでオフってできないのかな。あ、パワーってやるわ。オン、はい、消えた。俺の唾はかかんないように。あー、ちょっとちっちゃいわ、キャノンさんのやつ。とりあえず貼ってやることが大事なんだ。いきますよ、よっ、おっと、こんな具合です。結構隙間空いちゃってる感じですね。とりあえずあるだけで違うから。本当にちゃんとぴったりしたのを欲しい人は、ちゃんとしたのを買った方がいいと思います。瀬戸康史の動画。ちょっとここ開いたんでね、中身見てみましょうか、ここの。はい、こんな具合になってますね。まあ今までのハンディカムとちょっとあんま変わんない感じなんじゃないかな。カード入れるとこね。あれ ?1 個しか入んないの?ここ。ダブルスロットではないのかな。ここに HDMI とか。ここにヘッドホン端子。上はいろいろつける。アダプターのとこね。で、ここにズームレバーで、ここがフォトボタンで、まあここはスタートストップで、ここね ND フィルターが内蔵されてます。 ND フィルターっていうのは何かっていうと、ちょっと明るすぎる時にその光をカットするものです。2枚入ってるらしくて、その2枚の ND フィルターを1枚のどっち使うかで両方使うか、全部で4段階に切り替えられるらしいです。キャノンもシネマカメラについてるのかな、 ND フィルター機能が。これ外で撮る時にね、ちょっと外が明るすぎるけれども絞りたくないボケをちゃんと出したいっていう時に使うみたいですね。あんま僕使ったことないんだけど。で、ファインダーは45度か。45度までいきますね。ね。まあ、覗くところまではちょっとあれだけど。はい。で、正面は、まあ、こんな具合ですよね。まあ、これでざっとなんとなく分かりましたかね。では、ちょっと開けましょう。よいしょ。すぐね、撮れるようにしていきたい。はい、いきますよ。まずは、これタッチでいけるよね。もちろんね。お、タッチでいける。はい、サマータイムの設定はしません。年月日の表示の仕方ね。はい、今日の日付。音がいいね。この金属的な音ね。タッチの感度もまあそこそこって感じですね。お、プレイメモリーズホーム付属 PC ソフトをダウンロード。宣伝か、宣伝出してきやがった。おー、来たー。ちょっと見せられないけども、はい、今こんな感じになってます。ジャイコちゃんが映り込んでますね。これが 4K モードになってるのかどうかっていうのはちょっとよくわかりません。メニューでチェックして、今逆光モードになってる。画質、画像サイズ、あ、最初からもう記録方式が XAVC-S4K になってますね。もう 4K で撮れと言わんばかりの設定になってます。フレームレートは 30p か 24p とかな、うんです。フル HD だと 60p で撮れるんですけど、 4K はまあいろいろな関係で 60p はできないということみたいですね。これちなみに押してみようか。
押すと、XAVC-S4K-HD で AVC-HD と。でね、AVC-HD はね、ちょっとパソコンで非常に扱いづらいので僕は使いたくないんですけど、この XAVC-S っていうものは、MP4 形式で撮れるみたいなので、すごく Mac でも扱いやすい、簡単にプレビューできるので、すごいいいみたいです。だからこれで撮ってもこれで撮っても、まあ僕の場合はこれのどっちかで撮るって感じですかね。でね、4K でちょっと撮ってみたいよね。ということで、SD カード入れましょうか。瀬戸康史の動画、はい、こちら SDXC カードの 64GB です。クラス10、サンディスクのものなのでかなりいいやつです。かなりいいやつ買いました。Amazon で 12,000円でございます。12,000円ですよ。高いよね。なんかね、この SDXC カードじゃないと 4K は撮れないとは書いてないんだけど、まあそんな感じでなんか仕様のところに書いてあったから仕方なく買いました。他の SD カードでも撮れるかどうかっていうのも試してみたいと思うんだけどね。とりあえずもう買ったよこれ、高いけど。ではこれをぶち込めばいいんだ。こうか、入った。で OK だろ、もう OK だろ。アクセス中、管理ファイルを作成中。はい、ということでこれでね、撮影の準備が整いました。はい、ということでね、今早速これ画面ついたので今こうやってやってんだけどね、ちょっと軽く気づいたことね、やっぱりね、普段一眼で僕撮ってるので、やっぱビデオカメラっぽい写りっていうのはあります。なんか本当に一眼の絵が動いてるみたいなのありましたけど、ここで見る限りはやっぱりビデオカメラだなっていう感じはします。ただね、やっぱりビデオカメラね、室内で撮るとね、汚いのよ。ちょっと今外曇ってんだけど、今ちょっと外行きたいなと思ってんですよ。外で撮るとどんぐらい綺麗なのかっていうのはちょっとわかんないけど、あとね、こうやって自分の方を向けてみてわかったんだけど、ちょっと画角が狭いな。焦点距離なんですけれども、前のね 790V の時は 26mm から 260mm 光学10倍、26mm スタートだったんだけど、これはね 29mm スタートです。光学12倍で 348mm まで、まあ結構遠くまで撮れるんだけど、ちょっともっと広かったらいいなっていう感じはします。自分撮りしながら歩くとかっていう人なかなかいないと思うんだけど、結構手伸ばさないとダメな感じはするかもしれない。はい、これ今手持ち撮影です。手持ちで歩いてます。僕が持ってる三脚今あそこに置いてあります。 4K で公園で、手持ち撮影するとこんな感じになります。あとね、もう一個気づいたこと。ズームの速度がね、ちょっと遅くなった気がする。790V とかってね、確かね、早かった気がするんで。僕 720V だからな、ちゃんと触ったの。ウィーン、ウィーンって結構ものすごい速度でね、スッ、スッっていく感じしちゃうんだけど、ちょっとね、遅い。どんぐらいかっつうと、はい、見えますかね？いきますよ。これ一番引き。せーの。ビュー。ビュー。ちょっとね、この反応がね、遅くなってる気がするな。定かではないけど、もっと早かった気がするんだよね。スッスッスッスいけた気がするんだけどね。じゃあ、ちょっとフードつけようか。このかっこいいフード。早く取りに行きたい。もう日が暮れちゃうんだ、日が暮れちゃうんだ。俺には時間がねえんだ。この穴開きフードよ。かっこいいね。はめますせー。こうか。おー、はまりましたー。すごい。すごい見た目。これ置けるの？あ、ちゃんと置いても、フードギリ下つかないね。こんな感じ。ここは下つきませんから大丈夫。おー、いいのこれは。なるほどね。あとはまあ撮ってみないとわからないって感じだな。ではもうこんなとこかな。俺が言ってないことはないかな。まあいろいろ気になることとかあるんだけど、とりあえず今回は開封編ということで、興奮しながら開けたっていう動画でございました。次回からはね、すごく細かい点ね、これがこうなってるとか、どういうモードで撮れるとかね、いろんなカメラとの比較とかいろいろやっていきたいと思います。今日はこの辺でということで、開封編でございました。次回の細かい編をお楽しみに。以上、4K のハンディカム AX100 の開封レビューでございました。もう興奮でくちゃくちゃになってますけどね、これからは 4K の時代が始まります。じゃあなー。